ブルンジフランは現在ブルンジ共和国で流通している通貨。補助通貨として3チームがあったが、ブルンジ政府が通貨を発行するようになってから3チーム効果は作られておらず、国内にベルギー領、を、今後フランが流通していた時に発行されたのみである。2019年6月1日14時時点での為替レートは1円イコール約16.9、ブルンジフラン。 ISO4217 コードはビフ。ブルンジ国内でフラン通貨が使用されるようになったのは第一次世界大戦後でドイツ領東アフリカがベルギーに占領され流通する通貨がドイツ領東アフリカルピーからベルギー領コンゴフランに切り替わったことに始まる。ブルンジでは九百六十年までベルギー領コンゴフランが使われていたが九百六十年から ルワンダブルンジフランが使用されるようになり1964年からはルワンダとは別にブルンジ独自のブルンジフランが流通するようになった。現在は周辺のケニアやタンザニアといった東アフリカ共同体諸国で東アフリカシリングという単一通貨を導入しようという動きがある。効果は1965年にブルンジ王国銀行が 新中華の1フラン硬貨を発行し、1968年からは、共和制移行に伴い、ブルンジ共和国銀行が1フランと5フランのアルミニウム貨、10フランの白銅貨を採用している。1976年からは1フラン硬貨と5フラン硬貨に、国の紋章をあしらった、新しいデザインのものが発行された。最初のブルンジフランの紙幣は1964年に、 ルワンダブルンジエミッション銀行により5フランサ10フランサ20フランサ50フランサ100フランサ500フランサ1000フランサの7種類が発行され、それぞれにブルンジ国内で流通するものとして、ブルンディの文字が表面に印刷されていた。これに続いて、同年から翌1965年にかけて、ブルンジ王国銀行より、 同学面の紙幣が発行されている。1966年からは20フラン札以上の紙幣に関しては、発行元がブルンジ共和国銀行となり、1968年には5フラン札と10フラン札が高価に切り替えられた。2001年には2000フラン札、2004年には1万フラン札が導入され、1万フラン札の裏面には写真化、 ケリー・ファジャックにより取られたブルンジの子供たちの画が使われている。ありがとうございます。